今回は打球方向について検証していくぞ。打球方向って具体的にどういうことだ？動画への矢印が示すように、タイプというのがあるが、そのうちの前半の方だ。この場合、WL のうちの W の方に着目するのか。そう。ご存知の人も多いと思うが、それが打球方向を示している。ってことで、それぞれがどのくらいの割合で右方向左方向に飛ばすのかを調べるぞ。ということで、3人の選手を引き連れて検証。名前があまりにも直球すぎて草。例のごとく、これを50打席ずつ回してみていく。ちなみに、今動画に映っているのは右打ちが一番綺麗くんの検証過程。名前の通り、打球方向を R にしている。最初の打席はショートゴロだったな。いや、またショートゴロなのかよ。あれ、打球はライト方向に行くはずなんだが。一応わかりやすくするために、今回の被検証者はみんな右打ちだからな。そういえば左打者の時は逆転するのかな？いつ感ヘルプを見ると、特に引っ張りとかじゃないから逆転しないと思うぜ。さて、動画だが、このように三振の結果だと無駄に時間を浪費するだけになる。相手先発が綺麗の長沢なのが辛いな。しかも、調子が絶不調並みに下がってるせいで死球率も高くなっていたのがきつかった。おっと、今度はレフトオーバーか。これ本当にRなのか？私も、検証しながらそのような不安に駆られたが、当然右方向の打球も存在した。いや、左方向ばっかりじゃないか。まあ、結果は後でまとめて報告するとして、次は広角打法の、広角打法は正義くんだ。最後に録画ミスっていたが、引っ張りが一番選手を検証した。ちゃんと結果は記録してるから安心してくれ。ってことで、結果は上みたいな感じになった。いや、なんで右方向と左方向の逆転が発生しているんだ。R は左方向の打球が多いし、L は右方向の打球が多くなった。試行回数が少ないせいなのか、それとも。仮説として、相手投手の直球変化球に依存する説はあるけど、調べてみた結果、相関はなかった。あと一つ言えることとして、広角はよりライン側に寄りやすいということだ。確かにショートゴロやセカンドゴロは少なかったもんな。まあ、それが本当かどうかはわからないが。ということで、本日はここまで。少し予想外な結果になったので驚いたな。LR 気にしている人はそこまでいないとは思うが、もし、プレイしてて LR について気になることがあればぜひとも教えてほしいぜ。それじゃ、ご視聴ありがとうございました。